海外留学をお考えの皆さん、どの国にするのが良いか悩んでいませんか？私は今オーストラリアのシドニーで日本の総領事をしています。日本の若者にとってのオーストラリア留学のメリットをお伝えしたいと思います。オーストラリアを留学先として決めたのはやっぱり多国籍なので留学生として住みやすいと思ったのと、現地の人がとてもフレンドリーだと聞いていたのが主な理由です。実際に来てみたら本当にその通りで、現地の人のフレンドリーさに少し驚いたくらいでした。スタディニューサウスウェールズは留学生支援を目的とし、ニューサウスウェールズ政府内に設置された機関です。シドニーを含むニューサウスウェールズ州はオーストラリアの中でも最も多くの留学生が訪れる地域です。ニューサウスウェールズ州には大学世界ランキング200位以内に入る6大学を含め、世界レベルの教育機関があります。オーストラリアは人口も経済も成長しているので、留学すればインターンや就職の機会にも恵まれています。最初は語学学校で英語を勉強して、フィットネスとリベリーマッサージを学んだ後、現在はシドニー工科大学で看護学を学んでいます。留学エージェントを通して本当に良かったと思っています。ビザや学校の申し込みなど現地でのサポートすべて無料で行ってくださり、本当に助かりました。スタディニューサウスウェールズはニューサウスウェールズ州での治安や生活面、また地域交流や就職などに関する無料のプログラムも提供しています。日本人にとって大変生活しやすいことです。日本とオーストラリアの間には時差がほとんどありません。また温暖な気候、豊かな自然、良好な治安など、海外留学やその先の就職を検討する上で最適な生活環境が整っています。シドニーは経験や学んだことを仕事に生かせるチャンスが本当にたくさんある魅力的な場所だと思います。ニューサウスウェールズ州政府の代表として、皆様がシドニー、ニューカッスル、ウーロンゴンやその他の素晴らしい地方都市や沿岸地域にお越しいただくことを楽しみにしております。ここニューサウスウェールズ州のシドニーで皆さんの留学をお待ちしています。We really can't wait to see you and to have you in New South Wales.